はい、こんにちは。かげろうシリーズ、4ということで、この4月の19日から、この世の風景という題で個展を開きます。昨年のね、11月に行った人間とは何だっていう題名の個展と、今回のこの世の風景という題名の個展は実はつながってまして、私がずっと高校生ぐらいの時から、日本の伝統、あるいは東洋の伝統に戻って、現代の絵画を描こうということを試みていたんですけれども、ここに来てやっと、最初の自分が試みていた現代の絵画ということに取り組むことができるようになったという気がしています。こんな、画集も出すことになりました。これはね、単に絵を並べたっていうんじゃなくって、私がちょっと、この、ずっと試みてきた水墨画っていうものをどうやって現代とつなげるかっていうようなことの観点から、編んだものですので、もしよろしければお求めください。サイン会やるんですよね、皆さん。ああ、そうです、そうです。アリビギャラリーである個展の会場でサインも受け付けてますので、よろしければ会場においでください。